ハー分子のウォルシュダイアグラムウォルシュダイアグラムは、歪み座標に対する計算された分子のオービタル、結合エネルギーの表現である。小分子の気化構造に関して素早く予測を行うために用いられる。角座標図やウォルシュの相関図とも呼ばれる。気化構造変化の関数として、分子の分子軌道順位の変化をプロットすることによって、ウォルシュダイアグラムは、 なぜ分子がある空間的形状でより安定化を説明する。ウォルシュダイアグラムの主な用途は、値電子の数が同一である関連分子で観察される構造の規則性を説明すること、電子の数やスピン状態の変化に従って分子の気化構造がどのように変化するかを説明することである。加えて、ウォルシュダイアグラムは分子が気化的接動を受けたときにルモが どのように保護に影響するかという知識から分子の気化構造の歪みを予測するために使うことができる。分子の形状を予測するためのオール種の規則は分子はその保護に対して最も良い安定性を与える構造をとると述べる。もし特定の構造変化がホモに節度を与えないならば最も近い非占い分子軌道が気化的配構性に対する好みを左右する。 ウォルシュダイアグラムは、ダンディ大学の科学の教授であった a d ウォルシュによって、ジャーナル・オブ・ザ・ケミカル・ソサエティの一つの号に掲載された一連の十法の論文において、初めて発表された。ここで、ウォルシュは、マリケンによる理論的貢献を適用することによって、規定状態と霊気状態における多元子分子が取る形状を理論的に説明することを目標とした。 具体的には、ウォルシュは分子軌道のエネルギーに対する分子の形状の変化の影響を計算し、説明した。ウォルシュダイアグラムは、このような依存性の説明図であり、ウォルシュの結論は、ウォルシュの規則と呼ばれているものである。論文において、ウォルシュは、複数の分子を例にとり、規定状態において分子がとる、気化構造は主に値電子の数に依存していることを示した。 ウォルシュ自身はこの一般概念が新しいものではないことを認めていたが新しいデータによって以前の一般化を説明し磨きをかけられると説明した。ウォルシュはまたマリケンは二つの異なる核配置における多原子分子の可能なオービタルに対する相関図を構築しようと以前試み規定状態と励気状態における分子の形状と スペクトルを説明するためにこの図を用いようと試みて、さえもいた、とも記している。しかしながら、マリケンは、結合角が増大するに従ってある曲線が、上がったり下がったりする理由を説明することが、できなかったため、ウォルシュは、彼のダイアグラムは、実験に基づいたもので、未発表の計算に基づいたものであると主張した。ウォルシュはそもそも、結合角に対して彼が、 軌道結合エネルギーと言い表すものをプロットすることによって相関図を構築した。ウォルシュがこの用語によって実際に言い表したものは不明である。あるものはウォルシュが実際はイオン化ポテンシャルを指していたと考えているが、これについてはまだ論争が続いている。ともかくウォルシュが提示した一般概念は分子の全エネルギーがその分子におけるすべての 軌道結合エネルギーの輪に等しいというものであった。ゆえに分子の結合角の変化による個々の軌道の安定化あるいは不安定化の知見から分子の特定の状態に対する平行結合角が予測できる。一つの配置を安定化するために相互作用する複数の軌道は別の形状においては重なり合うこともあれば合わないこともあり、したがって一つの基下構造が 計算的に別の構造よりも安定であるかがわかる。典型的には内核軌道はエネルギー的に低く結合核の変動によって大きく変化しないため、ウォルシュダイアグラムから除かれる。原子化軌道のみが考慮される。しかしながら原子化軌道の一部はしばしば占有されていないことを心に留めておくべきである。ウォルシュダイアグラムの作成では分子の気化構造をまず 例えば量子多体系の規定状態波動関数と規定状態エネルギーを禁じするためのハートリーフォック、頬を用いて最適化しなければならない。次に、上で決定された平行構造からずれた一元の幾何構造に対してエネルギーの一点計算を行う。エネルギーの一点計算は分子中の原子の特定の配置に対する分子のポテンシャルエネルギー局面の計算である。 これらの計算の実行では、結合長は一定に保たれ、結合角のみが、その平行値から変化されなければならない。個々の気化構造に対するエネルギーの一点計算は、次に結合角に対してプロットされ、代表的なウォルシュダイアグラムが生成される。アーニ分子に対するウォルシュダイアグラム最も単純な、アーニ分子系に対して、ウォルシュは、 結合角を90度から180度に変化させる間の正準分子軌道に対する AB 位置を軌道エネルギーをプロットすることによって最初の角度相関図を作成した。結合角が歪んでいった時の個々の軌道のエネルギーは図中の線に従い、これによってハイザの関数として分子エネルギーを素早く禁似できる。ウォルシタテ座標が 核反発を考慮しているか否かについては未だに不明であり、これについてはまだ論争が続いている。水に対する典型的な予測結果は90度の結合核であり、これは実験から得られる104度にはほど遠い。せいぜい、この方法は曲がった分子と直線上の分子を区別できる程度である。この同じ概念は水素化物ではない AB に及び BAC 分子、 ハブ及び、保分子、4原子水素化物分子、水素化物ではない4原子分子、H2AB 分子、アセトアルデヒド、5原子分子、6原子分子、ベンゼンを含む、その他の化学種にも適用できる。分子軌道理論と併用することで、ウォルシュダイアグラムは反応性を予測する手段として、用いることもできる。ウォルシュダイアグラムを生成し、次に、分子の保も、 ルモを決定することによって分子がどれぐらい反応しやすいかを決めることができる。以下の例では BH3 及び CH3 といった R3 分子の類似酸性が予測される。6電子 R3 分子は平面ハイザーを取るべきである。平面型 R3 のホモは結合の乱れにより AH 結合が曲がって三角錐型を形成するにつれて 不安定化すると見ることができる。一つの原子中心に集中しているルモは、良い電子需要体であり、BH3 及び CH3 の類子酸としての性質を説明する。ウォルシュの相関図は、関連する分子軌道エネルギー順位を予測するために使うこともできる。平面型 CH3 から四面体系 CH3 入への水素原子の歪みは、 C 乳結合軌道の安定化を生じさせる。その他の相関図には、田辺、菅野ダイアグラムや、オーゲルダイアグラムがある。ありがとうございます。